標準語使ったら負け、方言テレビ歩き in 鴨川。前回に続いて、はい、第2弾ということで好評でしたからね、はい、方言だけを使って食べ回ろうという企画でございます、はい、今回は、はい、鳥取県米子市の鴨川沿いに、来ております。この鴨川市辺すごく風情のある街並みで、そうですね、すごく素敵なね、まあ、観光地としても、いいところなんですけれども、結構ね見どころの多いエリアなんですよ、うん、まあ、風景はもちろんですけれども、お店もね結構面白いお店が多くて、で今日は駄菓子屋さんと、はい、お茶屋さん、はい、とあとはたこ焼き屋さん、この3点を、はい、前回はね僕の圧勝でしたけれども、鉄砲なりに今回も頑張っていただいて、絶対負けませんよ、はい、まずはですね駄菓子屋さんから岡本一銭屋さんの方に、うん、昔ながらのねすごく懐かしいお菓子がたくさん揃ってるんで、感じまして、すごい豪華な感じよね、ほら。南賀水町ですか？前も来たけどもね。南賀水町ですか？ベリマル君とか好きだ。あんた南賀好きかね、うん、私は…選ぶだね。やっぱり私、好きなのは…今何て言った？私が好きなのは…水町ね。ガチで、ガチでやってきた。私、覚えてますか？ねるねるねるね。覚えてますか？覚えちゃおう。全然方言が入ってない、うん、ちょっと今日日本撮りだから抜けてないんじゃない、ちょっと標準語がやばい、変えよう、よし、これ好き。水に入れるタイプかと思って、水に入れて、なんだっけ、ちょっといい。全然方言が入ってない。方言ってどうだっけ、どうだっけ。全然方言が入ってない。あれ出てこない。口の中でバチバチするやつ、バクチみたいに弾けるやつ、プチプチのチョコ玉、これはね、皆さんソースカツ、これも皆さんほら、なんかサワーとかミニビタとかいろいろ種類あるんですけど、やっつ、これなたでここ激夏10円、この団子にしようかな、団子にするか、団子に、だんだん、はいよ、だんだん、頑張ってね、はい、だんだん。続いてはですね、はい、今日は元年創業、ほう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 、来年で創業220年になる、おー、すごい、永田茶店さんの方にほうじ茶のドリンクがテイクアウトできるんで、へー、すごい、楽しみです。ただもちろん、はい、方言ですよ、かなり標準語でしたね。いやもうあそこね、いろいろ情報が渋滞して、駄菓子が好きすぎて方言完全に忘れてますよね。そう、完全に忘れてた。あ、もう目の前のお駄菓子がもう私の中でこうちょっとね、エキサイトしてるの本当にすいません。そうですね、厳しくデコピンしていくんで、どんどん、ここは本当にやりそうだから怖い、どんどんしていくんで、じゃあちょっと行ってみますか。わかりました、はい。こんにちは。こんにちは。デコピンしていいよ、もう。この味で。あとはね、行きます。長ですか、ここ。長ですかね。位置はこちらになっておりまして。こ、焦げにあかんねん。ガイヤーな。茶畑ラテ。こちらが一番人気。これはどげなもんですか？あ、これラテ。クリームなんですか？まあ、今そうだからね、まあ、ドレンスかね、ドレンスすごいね。もう季節限定ドリンクにしようかな。しようかな、ちょっと待って、しょうかな、しょうかな、しょうかなって言うね。茶畑ラテにするかね。ポットですと、この M か L サイズのどちらかになるんですね、季節限定。どちらがよろしいですか？こんなね、L なら。ちょっとさっきのおかしいでしょ。意識しすぎて。ちょっと意識しすぎて。まずは M と L サイズどちらがよろしいですか？どっちですか？どっちです？わしはL にしたよ。フリカにした。フリカな。どうにす？L。お願いします。店内からお待ちください。ほんならまずかね、店内で。今日は寒いな。暖かいがね。あの日は暖かい。ぬくいじゃない。ぬくいが。
昔茶道習っとって10年ぐらい茶筅とかお茶の道具見るとやっぱり懐かしいなと思うわ。絶対おかしかった今女優が出ちゃった今完全におかしかったあんた見てくるほらそこはっおいしそう曲げだねあれもうまいだねバレたバレた合格したつもりがバレたほらこの中にあるのでもめっちゃ美味しいこれが茶バラテこっちが茶です、はい、茶バラテまるの人だね頑張れ頑張れラストは小焼き屋の天神さんの方におおここであの後藤たこ焼きとかがあってそうなんですかすごくいろんな種類のたこ焼きがあるんで前ラズタ TV で紹介してた美人すぎるたこ焼き屋さんにいるところでちょっと気になってたんですよここまでどうですかこの方言バトル途中経過どっちがリードしてますこれ1点目のアドバンテージこっち巻き返せるかなっていうゆかさんゆかさん頑張らないとそうですねゆかさんが消しかけに行かないと多分このままだったらもう負けちゃうんです消しかけるわかりましたじゃあ行ってみましょう早速天神さんここかでバンジマしてバンジマしてはあ、ここが気になっちゃっただけにね。天神たこ焼き。天神ポーク。天神天神たこ焼き。いや。ご当地はね、このとっくりさき長芋。たこ焼き。たこ焼きだ。長芋が一番うまいか。そうですよ。美人すぎる。いやー、すごい。ね。久しぶりだね。そうですね。すごい美人。顔がちっちゃいですね。顔が怖いですね。おすすめは餅明太。美味しそう。私それにするかな。あ楽しみだな。家でたこ焼きしてたい。たまにするよ。やっぱあのたこ焼き餅。あ餅ですか。あんまり出るかな。大丈夫でしょう。いやちょっと待って、おかしい、おかしい。ちょっと待って、あ待って、あの油断したい。違う違う。だって、いやー。でこれは豚の皮、うん、試食して食べる。だと食べてみた豚。おいしい。うまいね。うんうん。あ、これはちょっと難しいやつ。食感がいい。よう食べちゃうでしょ。栄養も満点だな。だんだんね、だんだんね。じゃちょっと判定してもらいたいんですけど。まあもう結果見えてるようなもんなんですけどちょっとやっぱ響いたね、響いたあれはね私の頭の中でちょっといろんな情報がこうね茶店の時に抹茶ラテを頼んだ時に L って言ったじゃないですかあれ結構マイナスだと思うんですよねマイナス30ポイントぐらいだと思うあそこちょっと判定していただきたいですよねあったのは、ゆかさんやったやったやったちょっと待って、それは何ですか自然屋の失敗を忘れたんですもうほんのさっきまではもう断然レアさんだったんですけど収録中に現場がそれ私の実力じゃないんですね。ベイヤーが勝手に失敗。墓穴を掘っていった感じですね。じゃあまあ、そんなことはいいんで、変えましょうか。そうですね。長芋たこ焼きを食べてほしい。あ、おいしい、ね、次回は、そろそろ遠方に来たよね。鳥取東部か。まあコメント欄でこっちの方にも来てくださいって言ってる方増えましたからね。松坂浜田の方で、あの2人とも喋れない岩木園で
いや私圧倒的不利じゃないですかそんなの。